まもなく競技ハンドリング会議が発射いたします。黄色い線の内側までお下がりください。ライブバトル。それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1。はあ、やれやれ。ゴー！8200と互角に脱出するなんて、ワタルさんの8500すげえや。俺の4051も全剣上がりだけど桁違いだよ。そりゃそうだろう。神戸電鉄で樹くんの友達の2000に負けたことが相当ショックだったみたいで、ほとんど同じ車だから分かるよね。そんな時に東急のいとこに誘われて廃車予定の8500の自由に使っていいって。予算はなかったけどね。あの子は強くなるかもしれない。前の2800よりも戦闘力がガッツリしてる。新シリーズはゴープリンセスだっけ。新しい出発にふさわしいタイトルだよね。ほんとやめてくんないかな。聞いてないし。地上に出れば軌道はヘビーウェットだ。どんなに粘着性があっても 3DS では出力を全部使い切れない。短い路線ならこの穴、慣れないコースでどこまでモチベーションを保てるか。スタミナならお坊ちゃんに負けないぞ。ゲロ吐くところまでとことんやろう。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。全員変装が全員としてマッチしたのか。扱いやすいパワーってわけか。それにしても上手くなってやがる。手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったんだ。腹くくっていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの？ひょっとして所定避難鑑別士免許？違うよ、公衆電気車操縦者免許だよ。何すね。みんな騙されないで。そいつ偽物よ。二子玉川、揃って通過したところだ。二人で追加する。何だねえわ、くれねえよな。早いからな、8500。それにしたって、この雨の中で渡るの8500についていくのは大抵のことじゃない。京都の時も思ったが、マスコン操作が本当にうまい相方ぜ。このバトル、もつれるかもしれないな。だけど、長引けば長引く、渡るにとっては有利なんだ。ケスケさん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな。独特の駆動、主言動機も乾燥してるな。藤原の2000回と同じコンセプト。そういや、2000回のからくりを見破ったのもこいつだった。全員と戦でこのポジションとうんざりするほどドンピシャかった。では、厄介かも。よくついてくれ。波のドライバーが見切れて自滅してるぜ。高出力電動機は濡れた軌道は難しい。もう無理してやがるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ、8500回。Thank you.
8500回全 M 編成の投範力をなめんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだけどな。はあ、ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか。そういうことじゃないんだよな。抜いたり抜かれたりの駆け引きには疎いし、正直言って興味もない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくる。そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いしめちゃめちゃビビりながら走ってるんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だからね。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだからね。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば、質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてこない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぞ。え、プロっぽい？俺がですか？プロといえばプロだ。大体分かった。前の俺なら切れてたかもしれねえけど、ここのとこ取り組んでたマスコンワークの特訓が役に立ってきた。少しは我慢だ。あいつが勝ったからには俺も絶対に勝つ。うまいもんだぜ。超高等技術のマスコンワークだ。そんなにこんなに上手くなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。ここで引き離す。このまますんなり逃がすかよ。立ち上がりで並ばれただと。藤ヶ丘でか。あんなところで仕掛けてたんだ。ああ、勾配では仕掛けず藤ヶ丘の側線を使ってのコーナリングにかけた。あんな短いのよくやるぜ。加速力でかなわないならコーナリングスピードで勝負ってわけさ。これはリーダーの指示じゃない。ドライバー自身が状況を判断して臨機応変に戦術を変えてるんだ。プロジェクト D、 やはり一筋縄ではいかないぜ。一気に勝負をつけるつもりだったが少し届かなかった。あとは終点中央林間でのメイキング勝負。正真正銘のチキンレースだ。全然デスコのレートブレーキングを決めてやるぜ。こちら長津だ。差は全くない。完全に追いつかれた。そう言われても自分ではよくわからないんです。もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんですけど、プロっぽいというならプロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけです。そうか、やっぱ環境なのかもな。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんだな。何かヒントになることはないかと思って。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔したな。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いてたら自然にやる気が出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかもしれない。バトルになれば
凌介さんのために最後に生まれた一番強い気持ちは、同じチームのあの人負けたくないという気持ちなんだ。来たぞ、完全にスライスだ。あの速度で突っ込む気か。マジかよ、止まれるのかよ。おい、これどうなるんだ。俺に聞かれても。ちょっと電話してみるわ。ああ、何やってんだ、早く結果を教えてくれよ。どうした、何かあったのか。いや、それが。これを見てくれ。ああ、